ぶっちゃけ言って嫌いなタイプ、嫌いなタイプ、嫌いなタイプの美容師さん、女性で嫌いな人、こういう人にはちょっと。はい、こんにちは、札幌占い美容師さん、山口の後藤です。今回は何だっけカラーします。ビフォアの状態はこのような感じで、ちょっと前にブリーチをメッシュを入れてるんですけれども、でメッシュ少し多分入ってるんですけど、もうちょっと入れたいと思うので、ワンプロセスできる、まあダメージレスのブリーチをちょっと入れたいと思います。色はちょっとやりながら説明をします。感じは男性の嫌いな美容師さん、なんだろう、なんかわかんない、なんか髪の毛長い美容師さんって言ったらなんかあれ申し訳ないんですけど、なんかよくこうやってすごい結構長めのロングの髪の、はい、なんか美しい感じ、なんだろう、プラスなんかパーマみたいな感じ、くちゃくちゃ、あ、長い、はい、ワイルド系ってこと、うん、はい、なんか髪の毛自分の頭に落ちてくるんじゃないかなって思っちゃう、なんかちょっと気にしながら自分の髪の毛を、ああ、こう耳こうちょいちょいこうで気にしながらやってる人とかいたら、うん、なんか嫌だなって感じ。その髪の毛を触った手で私の髪を触る、ああ嫌です。あ、そういうことなんだ、あ、それ嫌なんだ、ちょっと嫌だ、え、それなんで汚いから、その人の髪の毛のあれが当たるから、なんだろう、いや汚いっていうか、あんまりよくは捉えないけど、なんかあ、生理的な感じ、うん、じゃあさ、生理的に無理な感じは、生理的に、ちょっと僕って言わないでほしいですけど、生理的に無理な感じをちょっと教えてほしいです。生理的に無理な感じ、ちょっと無理な、あ、もう美容師じゃなくてもいいわ美容師どうでもいい美容師もどうでもいい、美容師どうでもいいです、なんか靴下合わないというか何でもいいですけど、なんか美容師もどうでもいいです、なんだろう、何でもいいです、もうそこは関係ない感じ、なんか鼻毛が出てる人、鼻毛が出てる人いや、なんか、いや、鼻毛が、鼻毛が出てる人もさ、その鼻毛の長さにもよりますよねめっちゃ出てる感じ、いや、結構、はい、なんだろう、すごい細かいんですけど、はい、やっぱこうやって近くで、こう例えば仕事とか接されたり、はい、なんか遊んでる時とか、はい、近くに来て、はい、やっぱこうやって見えるじゃないですか、鼻の穴とか、まああんまり見ないですけど、僕は他は見ないけど、結構見るんですね、なんか、なんだろう、髭とか、はい、なんか鼻毛とかってやっぱ明るいところだとすごい目立つんですよ、1本出てても、あー、そう、毛とかね、うん、確かに髭とか、うん、そういうのはちょっとこう目が、うん、あ、すいません目がちゃいますよね、毛のところに、そう、なんか冬だったら、はい、鼻水とか、はい、固まるじゃないですか、たまにって、はい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 、そしたら、はい、ちょっとなんか見えてたり鼻毛が出てたりってすると、はいはい、あ、なんかちょっと嫌だなって思っちゃったり、けど無理かもと思って、いや、なんか嫌だ、うん、いや無理かもではないけど、いや好きだったらまあしょうがないけど、うん、なんか言いたくても言えないって感じですかね、なんかやっぱ顔周り気になりますね、鼻、特に鼻毛じゃあ鼻毛の次は、鼻毛の次、鼻、うん、毛の次は、はい、え、なんだろう、鼻毛の次、え、なんか胸毛とか脇毛とかもなんかちょっと出てる人、 T シャツとか、あ、脇毛出たら気になるかもしれない、うん、脇毛はじゃあまめにカットした方がいい、それか脇毛ツルツルの人の方がさ逆に嫌だ、嫌だ、ちょっと生えてるぐらい、脇毛がもうその全くない処理してる感じ、いやーか、ボーボー、え、ボーボーどっちか極端な二択するとしたらどっちが、なさすぎるかボーボーですよね、なさすぎるんじゃなくて反ってる感じか、反ってる感じ、完全に反って綺麗に整えるっていうか、美意識高い人で脇毛も反っちゃってるか、女子になって、それかいや、ボーボーやだ、ボーボー結構わさーってなってる感じ、どっちがいいんですか、いや、え、けどちゃんと処理してるんですよね、
そのきれいってことですね、剃ってちょっとその剃りすぎてちょっと若干切れてる感じ。やばむずい、そこを見てやりすぎたのみたいな、ちょっと削りすぎたみたいな感じ。脇のとこがちょっと削りすぎた、削りすぎてちょっと血まめみたいなのが脇のとこにできてて、でもその毛穴が太いから男性だと多分、あー、それでこうガーってやったんだけど、若干その毛穴のところも削っちゃって、ちょっとそのかさぶたみたいになってる。うわー、どっちも嫌です。いや、どっちか。先進まないぞ、これ言わないと。で、汚いってことですよね。いや、汚いわけじゃないです。ただ傷があるって。でも、いや、まああんまりちょこっとしか見えないんだったらそっち選びます。あー、ボーボーすぎも、なんか、なるほどね。いや、好きになっちゃったら仕方ないですけど、うん、好きじゃなかったらの場合で、じゃあ、フットボールアワーの岩尾か、はい、ブラックマヨネーズの取ってないの吉田ですか。そう、吉田のにスリスリされるとしたらどっちがいいですか。やだー。いやですよ、どっちも。どっちか絶対選ばないとダメなんですよ。どっちか選ばないとダメなんですよ、頭は。可愛さで言うとどちらかというと岩尾。いや、そうなんですよ、可愛いですけど、でも結構ちょっと上の方をはげてます。いやー、うん、でもすごいひげ剃った後のブツブツ感は半端ないと思うんですよね。痛いですよね。綺麗にしてそうですけど、え、ジョリジョリするってことですよね。多分しますよね、すごい綺麗に。多分なんか結構美容に結構力入れてますね、あの人。うん、けど吉田はブツブツじゃないですか。そうなんですよ、だからちょっと引っ込んでるから、はい、なんか汚れっていうか油とか入ってそう、そう、穴にちょっと。そういうなるほど、そういうこと。すごい深く考えちゃったら、はい、ジョリジョリの方が、まだちょこっとジョリジョリの方がされたくないですけどね、現実的に言った。まあ、それはそうです、それはわかります。鼻毛は何センチまで許せるんですか。いや、もう全部許したくないけど、ちょっと、でも少しどうやっても鼻毛の生えてるところ、外側から生えてる人だったら、ちょこっとが、本当に5ミリでも、たった5ミリでもやっぱりちょっと出て見える場合もあると思います。5ミリってくれるんですか。はい、それが生えてるところが中じゃなくてちょっと外側に生えてる人とかだったら、外側、はい、やだ。でそこを取ればいいかもしれない。剃ってほしいですね。剃ってじゃ全く鼻毛ない人のことだったら、ツルツルでもいいですね。中見えないからいいか、うん、確かに見えないですよね。女の子に出てたら嫌じゃないですか。嫌じゃないですか、鼻毛、うん、ちょっとそこに目がいく。同じです。あー、この子、あ、でもそれで嫌いにはなったりはしない。言えます、したら。いや、言えはしないです。言えはしないけど、それで嫌にはね。例えばさ、うん、姉さんが鼻毛出てたとするじゃないですか。ちょっと申し訳ないですけど、例えるしたので、はいはいはい、姉さんが鼻毛出てても全然嫌な気しない。いや、美人ですもん、だって。うん、だからまあ、そういうので、うん、嫌な気はしないかな。あ、なんか、ちょっと今日、またまなのかなっていう感じするっていう。それが毎日だったら言えます？やっぱり人も。人によって許せる人と許せない人。姉さんとかが許せる。顔で判断だ感じですか。まあ、そうっすね。やっぱり、ですよね。うん、で美容室のさ、シャンプー台で寝かされた時に、はいはい、君、嫌なパターンってあります？なんかシャンプー台で寝た時に、なんか気になる、なんか顔にかけるガーゼとか。あー、気になります。でもなんか美容師さんの吐息が気になるとか。いや、全然。なんか例えば、なんかかけないとこもあるじゃないですか。あ、あるの。あるんですよ。なんかどういうことですか。後ろからやるって。こうやってなるじゃないですか。はいはい。で、かけてくれなくて、そのまま目をつぶってやるみたいな。あー、そこもあるんですよ。そうなんです。それはできたらかけてほしいなっていう。あー、なるほどね、そこはかけたもんです、うん、そうですね、なんか歩いてる人に見られちゃう。あ、そうです、そうです。あとなんか、現れてる人にも見られるのでちょっと恥ずかしいじゃないですか、ね、あー、 目ちょっとパチッて開けた時に目合ってたら嫌で、なんかあれだなみたいな。よくさ、ガーゼかけるときもさ、僕は一応全部かけるんですけど、目だけかけて、鼻と口をかけ、目だけのとこだけをかけて、うん、鼻と口が出てるパターンの人もいるんですよ、はいはいはい、口が苦しいからっていう、はいはい、それが全部かけられて喋るとやっぱちょっと口の方にこうなんか
ガーゼが着たりとかして、ちょっとガーゼがプルプルってこう浮いたりするみたいな。笑ったらプルみたいな。そう。まあ一応全部かかってる。どっちがいいですか。いや。鼻と口は出てますね。出ててもいいし。目は隠れてます。うん、隠れてるのも何でもいいかなみたいな。でも鼻と口は出てるんですよ。全部かけてる方がいいよね。うん、いいですね。そっかって言いながら質問を探してそうか、なるほどなぁというつなぎを、そっかそっか、つなぎをやりながらまあ、まあ、どうだ、そうだね、どういうのがいいのかな、どういうのが正解っていうか、人によって違うと思うけど、うん、どういう方がお客さん的にいいのかなっていうのが気になるかもしれない。あー、確かに。料金って言われた方がいい、最初。料金まあいつも行ってるとこだったら料金、あまあなんとなく、あじゃあ今日これとこれで、まあ、プラストリートメントしてきますねみたいな、まあ、大体こんなもんかなって予測はつくけど、最初に言ってるのか、あ言ってもらった方がいいかもしれないです。なんかホットペッパーで予約とかするけど、うん、プラスなんかそのいなんかじゃあこれトリートメントつけますかって言われた時に、うん、つけたいけどいくらするかとか気になるじゃないですか。そうね、何も言われなかったらなんかおっかないなっていう。トリートメントつ、ぶっちゃけトリートメントやりませんかって言われたら、うん、こいつ私にアプローチしてきたなと思う。思わないです。それ本当に思わない。ぶっちゃけ本当に、あ単価上げようとしてんなと思う。あちょっと思ったりもします。思わない場合もある。思わ。まあそのトリートメントちゃんと説明して必要性が、うん、でもさ必死に説明してんのもさ、なんかこいつ怪しいなと思う。なんか裏あんじゃねえかみたいななんかあるのかなって思う。売り上げ上げようとしてんじゃねえのみたいな、ちょっと怪しみますね。うん、そうすっごい勧めてきたらなんかいやできたけどすっごいくてみたいな、すごいさシャンプーとかもさこれ買いませんかみたいなのをめっちゃ言ってきたりとか、このセット剤買いませんかってすごいところもお店によってあると思うんだけど、そういうの嫌だね。嫌ですね。一回でいいかなっていう。断れる。一回言われたら、いや、いいですと言えるけど、うん、だん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 なんか聞かれたら、ちょっと断りにくくなってきますよね。聞かなくて、いや、絶対今日これは買った方が、今日のためにはいいよってめっちゃご利用されたら、やだ、まあ、とりあえず買うしかないじゃないですか。はいはい、わかんないけど。で、買いますよね。うん、次もう行かないけど。もう行かないですね。もう行きたくないかな。あー、そうですね。うん。それ、ガンちゃんだったら行くかもしれない。でもガンちゃんなんだけど技術もあるしイケメンだし、技術がうまかった、技術もうまいし、うん、イケメンなんだけど毎回3万いくんだよ。うわ、いやそれもう値段が超高いやつ、その人。嫌です。いやそれだったらもうちょっといいかな。毎回、今日2万5000円ですみたいな感じでカットカラーで2万5000円くらいいくみたいな、だけどイケメンだし、まあ技術もそれなりにいいしみたいな。いやどうなんだろう。でもガンちゃんではないよ。ガンちゃんってことはガンちゃんだったらガンちゃんだと絶対行くと思うけど、あ似てる感じですよね。ガンちゃんではないけどガンちゃん風のイケメンってことです。ガンちゃんだったら多分払うと思う。うん、そこはそうだって。いやもうお金貯金しときます。貯金しとく。いやもうあのそこには行かないかな。一回行ってからのいいなと思うけど、いいなと思うけど高いから。それいくらだったら高いの。それ言いづらいじゃん。言いづらいじゃん。うん、それ言いづらいの。うん、それやめようか。めっちゃ自慢してくる美容師さんはどうなの。ナルシストなのかなみたいな。うざい。いや話の内容が結構自慢系が多いです。ずっとえすごいとかそうなんだしか言えないかもしれないけど、それでもいい。いやちょっと痛いっていうか、なんか自分の話多い系のやつ、ちょっとあんま好きくないですね。そうなんですよね。どうでもいいやつ。けどいましたよそういう人。まあいるよ。うん、ずっとなんかもう自分の話をずっとされて、洗いながらもずっとされてるみたいな。ぶっちゃけじゃあシャンプーの間さ喋りかけてほしくなくない。僕だったら喋ってほしくないですよ。うん、途中まで喋っててもシャンプーの時はってどうなの。シャンプーの時はあんまり気になるのかな。ちょっとなんか寝そうになる時あるんで、うん、たまにぐらいだったらいいかなって。ずっとだったらちょっと、うん、そうかな。
デジタル考える。デジタル考える。いろいろ勉強になりますね。本当ですか？うん、いやそういうリアルなのってなかなかお客さんに聞けないので。あ、そうですよね、うん、このさカットクロスとかさ、まあ、うちでも汚れてるやつもあるんだけど、うん、どこまでいったらこれやべえなって、黄ばんでたらやばい、黄ばんでたら。あ、こういうのですか？そうそう。え、なんだろう、すっごい殻飛んでるとか。すごい、もう、ちょっとそれでもなんとも思わない。ちょっと気になるけど、うん、まあしょうがない。きっとそれ言っちゃったら、気分悪くなっちゃうじゃないですか、どっちも。ああ。ちょっと我慢しとくかなって感じで。あ、じゃあそれ言わなくていいとして、気になる？ちょっと気になります。あ、すごい汚れてる。汚れなって。あれみたいな。あ、そう。まだありますかね。で、全然、ちょこっとだったら全然。ちょこっとだったら全然。うん、全然気にならないです。あの、シャンプークロスがなんまなんか、うん、シャンプークロスがあのなんか乾いてないボロ雑巾の腐った匂いがしたら、あー嫌です。首つけられるときさ、いやちすごい嫌。いやなんかシャンプークロスでもさ匂い臭いやつあるんだよね、あのメーカーによって、今使ってるのまだ臭くない方だと思うんだけど、たまに洗ってても臭いやつがあって捨てるんだけど、うん、嫌だよ。嫌です。それ首にその匂いをついて、それからその日遊びに行くとしたらずっとその首の匂いが、首からそのボロ雑巾の匂いがする。嫌です。けど言えないですよね、美容師さんには。ちょっとそうですよね、我慢してますね。終わったらちょっとするみたいな。じゃあ美容室はじゃあ置いといて美容室置いといて、はい、で、じゃあ友達と3人、はい、4人で、はい、女の人2人とあと男の人2人、はい、今誰でもいいんですけど、はい、まあ、姉さんもね、姉さんと2人で言う、はい、姉さんがなんか変わった赤い飲み物を頼みました、はいはいはい、え、ちょっとこれちょっと飲んでみてみたいな感じで、ちょっと変わったな味っつって飲む、はい、まあ、姉さんがこれちょっと味変わってるって前の男の人に差し出す、はい、前の男の人が飲む、はい、いやなんかちょっとあれだねっつって、ちょっとお前も飲んでみみたいな、そのもう一人に行く、はい、あ、なんかこれ変わってんねっつって、で、しずも飲んでみっつって来る、そういう時嫌だ恥ずかしいですね、これ。なんか、そうなんか、いや、すごい性格があのねじ曲がるかもしれないんですけど、はい、かっこよかったら飲んじゃうかもしれないです。顔見ちゃうかもしれない。あ、そうなんだ、そこが基準なんだ、うん、なんかいかにもなんか口の周りに何かすごいついててとか、うん、なんか、なんだろう、ちょっとなんだろう、やっぱ見た目ブチブチとか、なんか、うん、あんまりなんかうーって感じの人のは飲みたくないけど、うん、まあ、かっこよかったらいいかなと思っちゃいます。いや、大丈夫ですか？いや、いいですちょっときついですね。じゃあ、あの、山ちゃん、あ、何回キャンディーですか？そうそうそう、いや、厳しいですね、はい、何を聞いてるの何を聞いてるのそれはじゃあさ、はいはい、じゃあ唐揚げです。じゃあイケメンです、はい、イケメン2人とじゃあ一緒に飲んでるとします、はい、今こうまだ姉さんだそうです。姉さんとしずさんとイケメン2人、はいはい、ガンちゃんにな、はい、2人ともガンちゃんで、で姉さんが頼んだ唐揚げがなまらでかくて、このぐらい、もうでっかい、そんなでかいですか？こんな唐揚げが来て今日来ましたこれ、うん、で、ちょっと一口食べて、めっちゃうまくないこれみたいな感じになって、 その人に、ガンちゃん A、ガンちゃん A に渡してめっちゃうまい、食ってみって、ガンちゃん B が食べて、その後食べる、食べる食べる、ガンちゃんじゃなかったね、微妙な感じってことですか？ガンちゃんではなかったらダメだ、ガンちゃんじゃなくてけど、なんかちょっとイケてる感じ、中のゲぐらいです。ゲ、ゲとかだった、ゲ今もだったの、いや、食べない。あ、そうなんだ、じゃあ、ほとんど顔ですよ女性の心理的にそうなんだ、うん、なるほど、いい顔ですね、ダメだ、ダメだ、いや、でも、それ、でもそういう、その真実をやっぱり見ちゃうね、必要ですね、やっぱ見ちゃいますよね、ちょっと、はい、ということですね、すいません、いやいや、そんな感じなんです。リアルな方がいいんで、そこは、やっぱり、え、じゃあ逆に聞けますね。やだなんでですか？やだやだやだなんでですか？僕の意見はもうみんな求めてないんで、いや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 、逆に聞かせない逆にやだ
これからこの動画を見た人はみんな責められる、責めまくるかもしれないですよ。ねえ、責めてばっかりでずるい、責めてやろうっていう。ねえ、ね待ちましょう。それで、はい、待ちます、はい、質問コーナーはちょっと一回終わりで、赤みが消えたけどまたちょっと赤みもあるしみたいな感じの綺麗な、はい、結構グレージュの色になってますね。はい、ここで見るのもまたちょっと違う、かなり色になってますね。で、あのメッシュも入ってるのでメッシュ感もちょっとあるし、はい、ピンクがちょっと効いてるんで隠し味みたいな感じで効いてます。ちょうどいいぐらいだと思いますね。赤みはあんまりこのピンクと他の寒色系で消し去っちゃうんですけど、ちょっとほのかにそこが反応してくれてるぐらいがいいんじゃないかなと思います。